こちらはチャンネル ID、UCUXDYNNB1HNEGPDDTUG4WTQ、くの1 TV、海外の反応です。今回は、海外、日程は悪くなかった。パク大統領失脚、韓国の崩壊っぷりに海外が仰天、です。韓国のパククネ大統領の弾劾が韓国憲法裁判所によって決定されたことが話題になっていました。機密文書の漏洩や賄賂などの問題が浮上、韓国国民がデモを展開して民主主義の力で不正を暴いた形になっていますが、実情はもっと複雑みたいです。そんな韓国政治の混乱具合に、海外からは多くの驚きの声が寄せられていました。以下、海外の反応です。民主主義の勝利だ。アメリカでもやってほしい。これがロシアで起こってほしいよ。どういう罪なのか誰か説明してくれる？確か友人にキックバックを渡してたんだよね。典型的な身内運営だけど、アメリカに比べたらマシでしょ。実際はもっとひどかったってこと？韓国人が厳しいだけ？サムスンが米国企業だったら、破綻して大勢の逮捕者が出てる状況だよ。エンロン事件くらい大きな不祥事だ。法律の壊れ具合が違うだけで。クリントン財団と癒着したヒラリーだったら、こうなってただろうな。デモしてる人たちは彼女を退陣させたいのか、とどまらせたいのか、どっちなんだ？よくわからない。韓国は少なくとも平和的な国でしょ。問題があるのは北朝鮮の方で。韓国の国旗は日本とアメリカの国旗を合わせたみたいだ。パクは老人を導入するのに大金を払ってるが、これが最後のデモになるね。バイバイ。こいつらは国会を攻撃して解体しろって言ってる。これは革命じゃないよ。左翼政権が政権を取るだけ。これは右翼と左翼の争いみたいなもん。つまり、大統領支持者は保守、資本主義者で、反大統領派は社会主義者ってごと。無事を祈る。なんかすごく嫌な予感がするんだけど。大統領が失脚した後の国は韓国なの？韓国人だけど、韓国で起こってることは繰り返しのイベントだよ。次の大統領もまた失脚するから。韓国の大統領。初代、イスンマン。大規模な不正選挙。失脚しアメリカへと亡命。二代目、ユンボソン。クーデターで退陣。3年の懲役。3代目、パクチョンヒ。暗殺者に妻が殺される。直後に韓国諜報機関のリーダーに殺される。4代目、チェギュハ。就任後8ヶ月で漢字事件に対するデモに収拾がつかなくなり退陣。5代目、チョンドゥファン。漢字事件の責任を取って死刑。6代目、ノテウ。収賄で逮捕。漢字事件の反逆罪で17年の懲役。7代目、キム・ヨンサム。財政危機で IMF が介入。次男が収賄&脱税で投獄。8代目、キム・デジュン。息子3人を含む一家5人が収賄で有罪。9代目、ノムヒョン。収賄の捜査中に山で足を滑らせて死亡。公式には自殺だけど韓国だから。10代目、イミョンバク。兄弟逮捕。妻のいとこ逮捕。不動産法違反で告訴される。11代目、パククネ。3代目の娘。カルトリーダーの操り人形。失脚。左や今ここ。どうやってここまで経済発展できたんだ。3代目は軍事独裁を敷いて、人権をないがしろに産業を発展させたから。今でも韓国では英雄視する人が多いけどね。それが失脚した大統領がそもそも選ばれた理由だからね。
韓国が独裁政権でうまくいってた時代を保守派が懐かしがったんだよ。だからベストコリアになれないんだよ。日程は何も悪くなかった。これに対し、日本のネットユーザーの反応は、日本は別に何も困らない。告げ口外交した報い。次に千年恨まれるのはタククネになっちゃったね。わらわら。ご愁傷様。何の証拠もないし、大して影響ないのに、なんか気に食わないから断崖。韓国らしいわ。韓国と金輪際関わらなくてもいいなら、日程が悪いでもよいわ。そもそも弾劾裁判やるようなレベルじゃなかっただろうけど。判決もびっくりだな。本当に法治ではなく、国民感情だけで全てが決まる。韓国のマスコミが一番悪い気がするけど。それに騙され、認知バイアスのかかってる韓国人はもっと愚民だと思うが。よしやすいパククネのままでよかったのにな。次のがどうなるか知らないが、どうせまた日本避難から始めるだろうし、めんどくさいじゃん。西洋の常識を当てはめて、外から見ただけでは決して理解できないのが韓国。韓国の大統領選は、国民による直接選挙なんだろ？ろくな候補者がいないのはわかるけど、ろくな候補者がいないのは、国民レベルが低いからだし、選んだ自分たちの見る目がないからでもある。朝鮮半島の統治方式は2種類しかない。反逆者は全て粛清する北方式と、反逆者が権力者を粛清する南方式と、どうやってここまで経済発展できたんだ。日本の莫大な経済支援と技術援助。韓国人は何もしていない。日本から恵んでもらってただけ。日本が莫大な援助をしてるのに、日本を罵り続けてることなど、世界は知らないってことだな、わらわら。日本じゃ考えられないことが頻発する信じがたい国。